武将となり、その生き様を体験。シリーズ史上初武将プレイ。家臣から大名まで地位が上がるほどに実行できるコマンドも多彩に。大名から与えられた領地の経営に努める家臣。 上主に代わり拠点の発展に尽くす城代。勢力拡大のため自らの判断で出陣できる城主。大名に次ぐ大きな権限を持つ軍団長。勢力を率い天下統一を目指す大名。 領地や城下町を自由に開発。箱庭内政。主君から与えられる領地はプレイの度に地形や資源など環境が変化。地の利を生かした施設の建設が領地経営の鍵を握る。手狭になった領地は進出コマンドで拡大が可能。 さらなる発展を目指し豊かな領地を作り上げろ。地位が上がると内政範囲は城下町全体へ。豊かな土地を求めて周辺城主との開発競争も勃発。天下への足がかりとなる城下の拡大を目指せ。 武将視点で描く戦場のリアリティ合戦。合戦画面で操作できる部隊は武将の地位によって異なる。自らが率いる部隊は武将視点による操作が可能だ。戦況に応じた陣形、敵の出方を読んだ戦術。 敵部隊との スリリングな駆け引きが戦場を包み込む。手に汗握る迫力。本格的な攻城戦も。砲術を活用した攻城作戦。城門を高く敵の侵入を拒む籠城作戦。天守を巡り激しい攻防が繰り広げられる。 鉄鋼船や畑船など軍船が活躍する海戦も実装。地形、戦術、城の設備、あらゆる手段を尽くして勝利をつかめ。大河ドラマで話題沸騰。戦国最後の大戦、大阪の陣、真田丸の戦いを描くシナリオも収録。 そうか、終わったのか。かけろ、俺に続け。狙うは徳川家康が首、ただ一つのみ。己の生き様、乱世に刻め。